こんばんは。おねむな琥珀ちゃんです。ふふふ。また眠そうね。かわいい。毎晩の至福の時間です。この袋の中で甘えん坊な琥珀がおなじみですが、今日はね、琥珀ちゃんとの出会いをねお話ししたいと思います。琥珀ちゃんは私の誕生日プレゼントとしてお家に来た子なんですけど、この子がお家に来るって知らなくてなんかメール来ちゃった。この子のことをペットショップで見てたんですけど、触ったこととかもなくて、ただ見た目で可愛いなーって言って、フクロモモンガが飼いたいとか言ってたんですね。そしたら母親がこの子のことをすごい見てくれてたみたいで、ある日お家に帰ったら目閉じてって言われて、なんだろうと目閉じてって言われてね、もらえるものってネックレスとかじゃないですか。で、案の定首に何かかけられて、目開けたらこの子がこの袋に入って首にかけられてたんですよね。そんな感じで、珍しくこの子は私が選んだというわけではなく、お家に来ました。まあ私が選んだですけどねでもうこの琥珀ちゃんは、そのよく行くペットショップのお姉さんが、この子はそう当たり、まあ、当たりっていう言い方があれかもしれないですけど、当たりですねって言うぐらい慣れてる子で、もともとそんなにジー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 って鳴き方をすると思うんですけど、それもたまにしかやらなくて、もう3日あたりで、お迎えして3日あたりでべったりくっついてきてましたね。威嚇する時のジージージーって鳴き声は、過去に動画をアップしてるので、動画リンク貼っとくので、もしよろしければそちらから見てみてください。こんなに穏やかな琥珀からは考えられないほどの声が出てます。琥珀ちゃん、今何時だと思う？もうね、1時だよ。1時。まだ眠いんですかね。明るいからかな。ちょっと暗くするともうすごい走り始めちゃうもんね。このぐらい眠いぐらいが可愛いかも回し車をしているところとかもビデオに撮りたいなとは思ったんですけど、暗くないと回さなくて、明るくした瞬間におとなしくなっちゃうので、なかなかビデオを撮るチャンスがありません。眠いか琥珀琥珀寝ちゃう？本当は手のひらの中で寝たいんでしょ。じゃあ姉ちゃん勉強するから、その間おてて中にいる？うん、わかった。じゃあ今日の動画はここまでかな。はい、今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさーい。